コウノトリ8号機は8番目の宇宙ステーション補給機。2019年9月25日1時5分5秒に HIIB ロケット8号機で種子島宇宙センターから打ち上げられた。当初の打ち上げ予定日時は2019年9月11日6時33分29秒であったが同日3時5分頃に移動発射台の 開口部付近で火災が起きたため打ち上げ中止、同9月24日午前1時30分頃に延期された。その後、打ち上げにあたって他の宇宙機との干渉の有無を確認するコーラ解析により、HIIB ロケットの第二弾機体が9月25日22時57分に打ち上げ予定のソユーズ MS-15 宇宙船と干渉する可能性が判明したため、 同9月25日午前1時5分5秒に延期された日本の宇宙ステーション補給機の8号機でありシリーズの同型機であるコウノトリ7号機に続く8機目の海洋機この8号機と次の9号機では HTVX に適用予定の技術を事前検証を目的として先行的に採用されている一つ目が姿勢制御センサーで 7号機までの地球センサーに代わり、星の配置をもとに制御を行うより、精度の高い構成センサーである、スタートラッカーに変更されている。これは、既存の地球センサーの製造が終了したのに伴い、精度要求を満たす代替品がなかったため、HTV-X に搭載予定の構成センサーを用いることになった。二つ目が弱粒の棚で、 HTVX 搭載に向け開発された新型物資搭載用ラックが使われており、物資搭載可能量が6号機の通常搭載量 248CTB、速達サービス搭載量 92CTB の計 340CTB から、通常搭載量 316CTB、速達サービス搭載量 48CTB の計 364CTB へと増加している。 この他に、コウノトリのバクロパレットの先端にある、カナダアーム2でバクロパレットを火を厚ぶに戻す際に、使われるカメラを、7号機までのカナダ製の、HTV バーシングカメラシステムから、8号機から、国産の JAXA バーシングカメラシステムに変えられている。また、ロボットアームがグラプルフィクスチャーの端に失敗し、不完全な端を解除できないときに、 グラップルフィクスチャーを切り離す分離機構を同一仕様の国産品に変更するなど、この4つ以外の変更点も含めると7号機から13項目の変更がなされている。5、6、7号機に続いて8号機でも生鮮食品を送ることになった。鮮度が落ちないよう打ち上げ3日前に搭載されたが、前日の火災事故により約2週間打ち上げ延期になった。 生鮮食品は4週間の保存期間が設けられており、湯圧部の室温を摂氏20度から摂氏22度の範囲で調整することにより鮮度を保ち、積み替えることなく打ち上げられた。なお、今回運ばれた生鮮食品で特に人気があったのは、北海道産玉ねぎで一番どの香りがするため、好評だったという。また、6。 7号機に続いて8号機でも ISS 用、新型リチウムイオンバッテリー6台を運ぶことになり、P6 トラスのニッケル水素バッテリー12台と交換する。ロボットアームが届かないため、すべて船外活動で交換を行う。袋はニッケル水素バッテリー3台を ISS に残地させ、残り9台を積んだコウノトリ7号機のク露パレットを、 コウノトリ8号機に搭載したい危険に再突入させ、廃棄処分される。当初、コウノトリ7号機のバク露パレットは ISS のロボットアームを使って廃棄する予定だったが、コウノトリ8号機に乗せて廃棄されることになった。これにより、今回の打ち上げで運ばれたすべてのリチウムイオンバッテリーの交換作業を、コウノトリ8号機の離脱前に行うという制約がなくなった。 ただ、計画では10月中に5回の船外活動で、すべてのバッテリーの交換が行われる予定であったが、一部交換後にバッテリー充電、放電ユニットの故障があったため計画が変更され、コウノトリ8号機の経流中に行われたバッテリー交換の船外活動は2回に止まっている。コウノトリ8号機は、補給キャリアの弱圧部に約3.24トン、火余圧部に、 1> 約1.9トン、合計で約5.3トンの物資を ISS に運ぶ。ありがとうございます。